まあ、進行分野の情報システムって書いてあるんですけど、今結構主体はマーケティングの方が全3グループあるんですけど、共通の話になってます。でそれぞれグループワークというかチームワークが、ね、しっかりしていて、何でもバーって言い合えるような、こういう能動的な自分たちで主体性を持った活動になります。でこれが授業中の話なんですけど、こっちがボーリング行った時の話で、ちょっといい感じにね、俺が小顔になってるのでそこでしっかり見てもらえばいいかなと思います。とりあえずまあ雰囲気の話はでもこんなもんかな。とりあえずチームワークがいいよっていうのは伝わればいいかなって思います。でちょっと真面目な話になるので、はい、渡辺です、お願いします。今ゼミでですね、英語の輪読要書を持ってきて、まあ、順番に読んでっていうのをやってるんですけど、知らずに覚えてないねでこれはあの今年度から始まりました。で自分たちで最初にこの、まあ、3年生が初めて集合した時にこういうことをやっていこうよっていうことで始めました。でどんな本を使ってるかっていうと、さっきも言ったんですけど、今マーケティングの結構基礎的なことについて書いてある要書を使っています。で、うん、今ちょっと今日は持ち合わせてないんですけど、一部だけとかなら多分誰かしら持ってるんで言ってくれれば、あ結構簡単な英語なんだなって思うと思う私は英語苦手なんですけど、私でも割とついていけるぐらいの感じの内容でやってます。で、全部で10章この本成り立っているので、それを毎週1章ずつグループで分けて発表していってます。で今までやってきた内容としては、あのこういう題の章があったんですけど、マーケティングとはっていう基礎的なことと、あと B2B、B2C って聞いたことあると思うんですけど、あのマケロンとかみんな受けましたよね。今受けてます。今受けてます。とそれの内容とかをの内容の復習だったり、あと今まで触れてこなかったところとかにもやったりしてます。で今日も語源で多分やるんです。語源語源で発表があるので見ていてくれても構わないです。でこの要書を読むっていうことにどんな意味があるのかっていうと、まあ、最初にですね、まあ、上に書いてある各章を分担して要約して発表するということをやった後に、発表を聞いた人たちがその内容について質問とか意見をしたり、あと発表の内容もそうなんですけど、発表の仕方とかもっとこういうふうにやったらいいんじゃないかっていうのをお互いに意見交換します。で先生が毎週、先生がって言いますが、発表の様子を録画してくれていて、で YouTube に上げてます。どんな感じかっていうと、これ一応 画像スクリーンショットみたいになってるんですけど、こういうのを YouTube で上げていつでも見れるようになってるので、自分たちで内容もそうだし、自分の発表がどこがダメだったのか、どういうふうにしたらもっと良くなるのかっていうのをいつでも見れるようにして役立てています。でそれを繰り返すことで、そのマーケティングの基礎の復習と理解を深めることと、あと一緒にプレゼンのスキルを向上していこうということで、今私たちの3年生が3ヶ月このゼミでやってるんですけど、1人もう3回ぐらいプレゼンやってます。でまあ、最初に比べたらまあよくはなったかなぐらいの感じで、まあ、最初グラグラだった。でこういうことが経験できるのも、まあ、ゼミのいいところかなと思います。で以上ですね、英語のことについては以上になります。何か質問があったら後でこの辺の人たちに聞きに来てください。今でもいいよ、分かんないことあったらどんどんガンガン言ってみて、うん、いいよ。なんか言いづらいだろうけど、まあなかったら勝手に進めちゃうしてか、まあ、ちょっと補足してくれると、本当に去年まではやってなくて、英語今言ったみたいに自分たちでやろうっていうところから始めたので、まだまだ正直分かんないこととかも自分たちいっぱいあるんだけど、それを自分たちで解決してっていうのも結構ね、それが形になってきてて、
まあ、何か言われてからやるんじゃなくて自分たちでやって分からないなりにも形にしていっているので、まあでもそれは今年度決めただけだから、また来年度もし入ってくれたら自分たちで全然決めていってほしいかなっていう流れを作っているので、私はこのマーケティングの本っていうのを自分たちで決めたんですよ。この本を使おうっていうのを、まあ、ゼミ長が持ってきてくれたんですけどだから来年もまた同じことをやるっていうことではないんですけど、一応こんな風に活動してるっていうのと、あと班活動を3つに分かれて今やってるっていうのをどっか見てくれたとは思うんですけど、その活動の中にもこのマーケティング勉強する上で役立てることがあるんじゃないかなっていうのを並行してやってます。何か質問とか大丈夫ですか？はい、発表って日本語で発表ですか？あ、そう、発表は日本語です。そう、そのまんま英語を翻訳してこういう内容でしたっていうんじゃなくて、その英語を翻訳して内容を噛み砕いていかにみんなに分かりやすく伝えるかっていうことをやってるので、なんかそのやっていく上でそのビジネス用語英語なのかな、なんかそういう英語に触れつつ、けどどう分かりやすく伝えるかっていうところを重視してます。他には、中戦略学科2年の梶谷と申します。はい、やめそうにしてなかった今なんで洋書を扱っているんですか？なんで、とりあえず最初の動機、いっちゃん最初の動機は英語に触れとかないとまずいだろうってどっか始まったの、なんかさ、やっぱりグローバルな社会じゃんっていうのをぼやっと考えててそう、ぼやっとなんだけど、でせっかくならやっぱりそういう英語にも触れていたいし、また関係ないなんかよくわからんディズニー読むよりもこっちでやった方が勉強になるじゃんっていうとこから始めて、だんだんね、最初はそうだったんだけど今は噛み砕いて伝えるっていうことをメインにしていっているから、まあ最初の動機とはちょっとずれてるんだけど、最初はそんな感じ。本当に年生どうですか？触れてはないと、なんかあれですよね、来年私たちが受けた時、来年度からちょっとこういうことやるよみたいな、若干あったじゃないですか、英語やるよみたいな聞かない方が良かったですえ、その時俺みんな何か あ、そうですね、すいませんそうですねみたいな感じですけど、なんか来年もこれをやるよっていうわけではないんですけど、これは活動のね、あ、ごめん、じゃあとりあえずこの本は来年度持っていいか、一応春学期に完結するから、まあ後期からはまた自分たちで決めてやるから、まあ自分たちで本当にざっくり決めていってもらって構わないです。とりあえずやってることはこんな感じで、 B2B とか B2C とか言われてまだ分かんない人とかいると思うけど、2年生始まったばっかりだからまだ分かんない人がいると思うけど、まあ気になったら聞いて、これ何ですかみたいな、あんま答えられ自信ないと思うけど、上級生でむしろ1年生とかいるかもしれない、1年生とかいるかもしれないから、ね、一般教養ばっかりだったんだよね、この専門的な話をちょっとしてるから、まあ、日本語で言ってもいいんだけど、英語の方がかっこいいじゃんって感じかな。ありがとうございます。次に進めて大丈夫ですか？